はい皆さん、えー、今回は同時コインとエイダ XRP ビットコインインサリアムちょっと見ていきましょうニュースは同時コインと XRP のニュースありますはい、えー、ビットコインからやっていきますけどこのサポートここここだけどこことここだよなどっちかっていうとねうんまあここでもいいかね123箇所あるので上に行って赤つけました つ、はい、けて今度下向かってきてるからまあこのオレンジのラインなんだけど俺の場合はね、うん、どっちが強いのかってことだよねこれ、うんねはいえー、意識される方は赤だよねどちらかっていうとね、うん、だからこれ折り返してくるのかどうなのかちょっと注目するポイントですよね。皆さんどっちだと思いますか、ね、よかったらあのコメントしてくださいまだ下げるよとか。 もう下げずに上だよとかここが押し目になってさこれ赤突破できるのかどうかだよねはい、っていうことを思いますだからこんなに時間はかかんないんだよなうんねはいっていうことは思いますけど注目のポイントですはい続いて体の成りますちょっと久しぶりですね体の、はいえー、このね長期分析ですけどパワーアップさせましたはい、ということでこういう感じになると思いますね体のはい これでで完璧です、うん、え赤の平行チャンネル今動いてきてて、うん、この高値でボトムするかなボトムっていうかあのサポートねどうだろう、うん、サポートされるのかレジスタンスされてるのかどっちかだよな、ね、うんっていうふうに思いますあここサポート効いてきそうだねこのラインやっぱねうんということはちょっと思うんだけどどうかね はいえー、一応、こう、ズドンって言ってさ、ここまでもし行ったとして、えー、11ドル、12ドル、ね。はい。ということで、これ、バージョンアップしたので、よろしくお願いします。はい、続いて、イーサリアムの、これ、ドル建てになります。いつも、最近は、円建て見てきたけど、ドル建て見てみましょう。これね、すごく今、興味深いとこ来てるんだよな、俺の中で。ね。前から話してるんだけど、この下ね、割ってくると。 いいう話しているんでどうなるかなと思ってね本当に割ってくるかなと思ってこのサポートあたりね、うん、割ってくるとだからすごく興味深いところに来てます、はい、うん方向感出てないな悔しいっていうことは思いますけどえ123でしょ12だよねこれだと、ね、だから3必ず来ますっていうふうに今のところ見てるんだけどね はいえー、興味深いところです本当にはい以上で、はい、次は同時コイン行きましょう同時コインはこれ冷やしになりますけどここはどうだ抜けたかああなんか抜けたような抜けてないような場所なうんねうんギリギリ抜いてるか抜いてないか微妙なところだね <laughs> はいただまあ大丈夫でしょう行くでしょうこれね はい、っていうこと思いますよこれも、うん、クロスしてきてる冷やしでつい数日前まではさ柴犬も同時も下向いったのに、ねうん、もう上向き始めてる強い、ねはい、ということでオレンジ瞬間的には割り込んだけど瞬間じゃねえなしっかりと割り込んだことは割り込んだのか、ねうん、で回復してきてる、ね、いくぞこれね柴犬と一緒に。 あーって、ね、はい,って思います、はい、次はリップルいきましょうリップルは「よしよし」って感じだね今のところねはいもう下がってくるねほんと頼むぞ XRP とステラ <laughs> ねえうんということは思うんだけど0.6超えてからだからねま、うん、だちょっと時間かかるのかもしれないねうんねはいということでまあ話すことあまりないですね XRP とセラのワンセットの動画そろそろ皆さんもう飽きてきましたかどうでしょうかね、うん、えー、この組み合わせでやってくださいとかなんかもしあるんだったらコメントしてください、ねうん、もう飽きたからもう飽きたから、うん、同時と芝でいきましょうとかね、そういうのでもいいですよはいコメント待ってますはいニュースいきます、えー、同時コインの話ですけどテスラが支払い方法を更新して同時を追加同時コインの価格が6%上昇 テスラはこのサービスを提供するに関する完全な FAQ を備えた支払いオプションに同時トークンを統合したユーザーはテスラショップで同時を使用する使用して購入するには同時ウォレットが必要ですこの発表を受けて同時コインの価格は6%上昇したということですねはい、うん、他はいいかなね、うん、ちょっと面白いところはなんだ面白いってわけじゃないんだけどえー ウェブサイトの FAQ セクションの最初の質問に対する最初の回答には同時コイン対象製品の注文ボタンの横にある同時コインのマークを探してくださいと書かれているとサポートページによるとテスラショップで製品を購入しようとする人は誰でも製品がこの支払いオプションでサポートされている場合に限りまず同時コインウォレットを持っている必要がありますまた同時コインがテスラの同時コインウォレットに正確に送金されることを保証するのは 購入者の責任でああるという強力な面積事項もあります。ガイドラインのもう一つの重要な要素は同時コインネットワークが同時トークンで支払いが行われるたびにネットワーク料金を請求することです間違った量の同時コインが送金された場合注文はキャンセルされます、うん、この点で重要なハイライトは同時コイン注文が同時コインで過払いされた場合 払い金額は元の支払い方法には返金されないということです。らえまたテスラショップでは1回の注文に対して複数のウォレットからの支払いを受け付けることはできませんということが書かれてます。はい、ということで同時期にないす、はい、一度支払いできるようにしていたものをやめたと言って、ね、またできるようにしましたっていうね、うん、そういう流れですね。はい はい、次、リップルのニュース行きましょう。リップルのニュースという程度のものではないんですが、皆さん、イーロンマスクのね、フォローしている、うんえー、人数がね、589です。<laughs> 589といえば何かもう言わなんでもわかりますね。シンプソンズの589ですよ。ね、確か589だったでしょう。違うかったらごめんなさい。ねうん はい、ブラッドガーーリングハウスフォローしてる人ですこれなんかあるんじゃねえのかこいつら企らんでるだろうねはいということで、まあ、シンプソンズのね589だったかな確かねなんかそういう数字あの数年前にねなんかあ,のありましたけどね噂噂っていうかねネット上の都市伝説みたいなさ、ねうん、あの動画も作ったけどねあの5百五8 9っていうのねあれフェイクだよって。 動画作ったんだけどこうやってね粘り強くね589っていう、ね、数字が何か関連してるっていうか何ていうかよくわからないんだけど、ね、私が私が気が狂ってるんでしょうか皆さんねこいつら何か企らんでいて、ねうん、XRP の,あのバーンっていう強い助手を作るのは、うん、何か仕掛けてくるんじゃないのかと <laughs>、ね。皆さんどう思いますか <laughs> ねあの気が狂ってるよ勇気はって。 ね、うん。<laughs> はいということでな何かあるかもしれませんよってねいい加減にしてくれよって思う方いるかもしれません <laughs> はいということでまあネット上に落ちていたんでねご紹介しようと思いましたはい以上ですはいそれではコメントやっていきましょういつも皆さんコメントありがとうございますこのコーナーはですね最新の動画にコメントいただければ私のコメントも添えて動画にしていくということをやっています XRP、はいえー、XLM 完全に終わったという動画からいきましょう全部やっていきます、今日は。はい、ゴールドさん、はい、久しぶりです、えー、下がって買いましたとうまうまで反発してますねとここからここからということで何を買ったのかな、これは <laughs> XRP かなビットコインかな、ねうん、ちょっと分かんないけど、まあ、いい買い,買いタイミングだったと、ね、いうことで、えー、ナイスです、はい、N さん、XLM ということで、ね、ありがとうございます。 父、はい、さんおじになりますワロールということで <laughs> <laughs>、はいえー、次の動画いきましょうありがとうございます皆さんあとシンプソンズの589のねあの先ほど言った内容分かんない方あの概要欄に一番上にリンク貼っとくのでそちら見てくださいはい、はい次、はい、の動画いきましょうコメントさん、はいえー、白犬さん久しぶりですね、えー「ビットコインキャッシュ買っちまってよ」って <laughs>、ねうん「ビットコインキャッシュどうなる?」ってねいう動画だったねロージャーバーが。 ね、ちょっと持ってかれちゃったもんね。はい、ただね。ビットコインじゃッシね。すごい。あの実はいいところに目つけてるんじゃないかって俺は思います。うんね。だって50万まで。あれ上がってんだから、過去俺のうん。あの昔ロジャーバート会った時のね。あの数年前の話だけど、うん50万まで行った記憶があるから確か、うん、いいと思うよ。俺はうん。実は穴場なのかもしんない。ああいうコインは？ ね、だってビットコインが ETF でさ承認されてるんだから、ね、ビットコインキャッシュフォークコインだからさつ、ねうん、られて一緒に上がっていくよ、ね、だからいいところプップッついてるなって思いますよ俺ははいありがとうございます、はい、ニアさんねニアは強いってことで、ね、いやニアはマジ強いね、うん、チャートこの前も見たけどね、はい、素晴らしい目利きだと思いますよ俺は本当とにねはいありがとうございます はいえー、ブラックさんしかしアルトキシーズン来て安心感が欲しいと、ね、年末議員からが重要になりそうですねと大統領選挙でトランプになってくれってねトランプになったらもうトランプがさもう米国をダメにしてるのはもうこのドルの強さがね本当にダメにしてるって、ね、言ってるからさ。うん トランプになったらもうドルが下がってく仮想通貨がね、うん、まあ生き返るっていうかもう今でも強いんだけど仮想通貨ねさらに、うん、強くなるってことだよ、ね、トランプになったら一応、うん、そういう目線だね俺はね、うん、ただトランプに何もなければねこのまま、ねうん、悪いことがなければはいって思いますはい続いてリップルは6日ということで皆さん明日ですよリップル6日はねはいマンさん エクサルピア上がるんですかねってことでねはい上がります <laughs> はい、ありがとうございますはい続いてフレアのねうん、うん、動画だねはいはいスさん、うんえー、こんばんはこんばんは今回フレアのチャート分析していただきありがとうございますと、えー、過去のチャートがない中、えー、イーサリアムの過去のチャートに当てはめて分析するなんてすごくワクワクして心を踊りましたさすがゆきさん最高ですと <laughs> えー、是非参考にさせていただきます。これからも応援しますえ、ね。今回も今回ありがとうございました。と、ね、いうことではいえー、ワクワクしてもらって良かったですね。はい、俺も作った感じがありましたよ。はい、ということでえー、今回の動画ね。あのー、以上になりますけどね。また589がね。復活してるんでね。 <laughs> これ何かあるかなあ、ねうん、あれば面白いのになこれと、ね、<laughs> いうことを思います。と、はい、いうことで皆さん、えー、コメントぜひねあのしてくださいあの今回の動画で私が質問していることに対して、ねはい、よろしくお願いします。ということで面白かったらグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いしますでは失礼します。